神殿。神殿は第二次世界大戦末期に日本海軍が試作した極地戦闘機である。前翼型の独特な機体形状を持つ最高速度400ノット、百時速740キロメートル以上の高速戦闘機の計画で、1945年昭和20年6月に試作機が完成、同年8月に試験飛行を行い終戦を迎えた。略は、 J7W11942 年、昭和17年から1943年、昭和18年頃、海軍航空技術省、空技省飛行機部の鶴野正隆隊は、従来型戦闘機の限界性能を大幅に上回る革新的な戦闘機の開発を目指し、全翼型戦闘機を構想し、研究を行っていた。また、年、 昭和18年、軍令部参謀に着任した、現田ミノル中佐は、冷戦がすでに敵から十分研究されているであろうと、考え、冷戦とは別に異なる、画期的な戦闘機を求めて、高速戦闘機を模索していたが、技術的に提案する知識がなかった。しかし、同じ考えを持つ鶴の正隆技術隊員の存在によって、神殿の開発が動き出した。 前翼型飛行機とは、水平尾翼を廃止し主翼の前に水平骨翼を設置した形態の飛行機である。従来型戦闘機では、エンジン、プロペラ、武装の配置が、機体の前方に集中しており、操縦席後部から尾翼にかけての部位が無駄なスペースとなっていた。これに対し、前翼機では、武装を、前方、エンジン及びプロペラを後方に配置することで、 機体溶石を有効に活用でき、前翼自体も揚力を発生させることから、通常機の尾翼は、巡航時、揚力をほとんど発生させていない、主翼をコンパクトにすることができ、全体的に機体をより小型にすることが可能となる。したがって機体が受ける、空気抵抗も減少し、従来型戦闘機の限界速度を超えることが可能となる、というのがその基本理論であった。現実には、 ライトフライヤー号をはじめ初期の航空機の多くは推進式でったが、プロペラ動調装置が実用化されると戦闘機でのメリットは薄くなり、牽引式が主流となっていた。初となる前翼型戦闘機の試みであったが、陸軍は1943年に満州飛行機に対し99式襲撃機の後継機となる推進式を採用した機98の試作指示を行っていた。 ただし機98は騒動であり、空戦より襲撃機、攻撃機としての能力が重視され、研究機としての性格も強かった。後に試作機整理の対象となり、計画は中止された。当時は各国でも全翼機の試作は行われていた。代表的な例として、米国の XP-55 アセンダー、イタリアの英国のマイルズ・リベルラ等が挙げられるが、 いずれも、実運用に至ったものはなかった。神殿の開発にあたっても中には、自然界にないような形状のものには何かしらの欠点があるはずだ。鶴野はそれに気づいていないのだ。というような意見を持つ者も,もあった。しかし、米国新型機への対抗という課題の中にあって、原理的に間違いのないものであるならと大方の賛同を得ていた。1943年。 昭和18年8月、空気ーにて、風洞実験が行われる。1944年、昭和19年1月末、実験用小型滑空機、マキシー6を用いて、高度およそ1000メートルほどからの滑空試験に成功し、基礎研究を終えた。すでに、米国爆撃機のホンドライシュを予測していた海軍は、翌2月には、試作機の開発を内定。 実施設計及び製造を行う共同開発会社として、当時陸上哨戒機、東海の開発が完了し、他の航空機会社に比べ手空きであった九州飛行機が選定され、空気省からは鶴の大位らが技術指導のため同社へ出港した。要求性能を決定する際、傭兵者側から空戦フラップの装備を要求する声があったが、航空技術省飛行機部、 科学部はその効果を疑問視して、友衛戦を避け、アメリカ軍の P-51 や P-38 と同じく高速性を生かした一撃離脱戦法を取る意見であった。軍令部参謀の源田ミノル中佐からも400ノット以上の高速戦闘機が欲しいから、これをやるのであり、あまり負担要求を出しすぎて速度が落ちるようなことがあってはならぬという指導的意見があり、 鶴の正隆は要求性能をまとめられた。海軍では1939年頃から来年の後継機として、波43を採用した推進式の局地戦闘機宣伝の計画が存在し、三菱重工業で開発が行われていた。宣伝は最高時速時速 750km 以上、上昇力は高度 8000m まで10分、武装は 機関銃を 30mm1 と2 0 m m に、爆弾を2個搭載という要求を満たすため機体形状はサーブ21のような単発中翼騒動を予定していた三菱にとって開発経験のない機体だったことから問題対処に時間がかかっている間に神殿の計画に見通しがついたため機種整理の対象となり1944年7月に試作中止となった 1944年、昭和19年5月、B-29 の迎撃を最大の目的として、18支局地戦闘機神殿が正式に試作発令される。当初、海軍の要求は1944年の4月から製図に取り掛かり、同年末には機体を完成させよというものだった。このため、九州飛行機では、近隣は、もとより、奄美大島、種ヶ島、 熊本などからも多くの上学生、徴用工を動員し体制を整えた。その数は、最盛期には5万人を超え、量産に移った際には、月間300機の生産を可能とする木産が立っていた。また資材については、将来的に比較的余裕のある鉄で作ることを考えようとの要求もあった。1944年6月16日未明、本土北九州方面8万に、 初の B-29 来週。開発班は、撃墜機を実地見学。1944年11月、技術者を集結させた九州飛行機は、通常1年半はかかる製図作業をわずか半年で完了。約6000枚の図面を描き上げる。同月編シェル社のドイツ人2子、フランツポールが訪問。指導により大量生産を考慮した。 改造図面の作成に着手。1944年12月から1月にかけて、新電への搭載が予定されていた、波4342型発動機の開発に当たっていた、三菱重工の名古屋工場が断続的に行われた B-29 の空爆により、再起不能の壊滅的な火を受ける。開発の大幅な遅延につながる。 1945年、昭和20年3月、立ち洗い飛行場への爆撃を受けて、現在の筑紫の市原台と九州飛行機は、工場の疎開を決定。部品の運搬は、銀車で夜中に行われた。1945年6月、一号機が完成し、むしろでん飛行場、現在の福岡空港へ運搬。翌7月観光式。 鶴の自身による滑走試験中、機種を上げすぎたために、プロペラ橋が地面に接触して先端が曲がってしまう。この後、プロペラを試作二号機用のものと交換、機種上げ時に、プロペラが接触しないよう側翼の下に、機上作業練習機種ラギクの車輪が付けられた。量産機では、主脚の設置位置を後ろにずらし、垂直尾翼のもとに、車輪は付けない余計であった。 九百四十五年八月三日、試験飛行にて初飛行に成功。続く六日、八日と試験飛行を行ったが、発動機に故障が発生し、三菱重工へ連絡を取っている最中に終戦となった。最大速度四百ノット、約時速七百四十キロメートル以上目標として開発されたため、機体後部に、プロペラ、機種付近に、骨符を排した全翼型、 点手型の設計とするなど、速度性能を追求した設計となった。実戦での戦術としては、速力を活かし B-29 の前方に展開、高度12000メートルから30ミリメートル基準4門を、正射しつつ、護衛の戦闘機を速力で振り切り再び、B-29 の前方に、進出、2度目の攻撃を行うとされた。これは、 ドイツ軍のメッサー・シミット・ミー262が B−17 の変態と 5A の p 五5 1 b C に対し一定の効果を上げていた戦術とほぼ同等である。開発目標が達成されれば当時 b 二2 9 5 a の主力であった p。p 五5 1 d の速力、約時速 708km を模凌駕するため、十分に振り切れると判断された。だが、 アメリカ軍は1945年11月から計画していたダウンホール作戦、日本本土上陸作戦において爆撃機の護衛をより高速化した P-51H 型約時速 760km に統一する予定であったため仮にこの作戦が始まった場合には、神電は P-51H 型に数値上では最高速度が若干劣ることとなる。 性能諸元に関する計画値は別表に記載する通りである。3回の試飛行では、エンジンは全開にせず、膠着装置を出したままの状態であるが、水平飛行中に最大速度時速 293.5km を記録している。しかしプロペラのカウンタートルクを相殺しきれず右に傾いたままの飛行となり、これがまず調整の大きな課題と目された。 また機種が下がり気味であったこと、及び油音の上昇なども報告されている。ただし雷電で問題になった延長軸の振動はとりあえず低速では起こらず、横安定の方は極めて良好であった。上機の飛行時の安定性に加えて以下の問題もあった。この他にもミ百262で戦火を挙げた爆撃機に対する一撃離脱戦法は、 機体特性を熟知し、経験も豊富な精鋭パイロットによるものであり、見越射撃を自動化した、新型射撃管制装置を装備した B-29 と無線通話で連携する P-51D に対しては、劣勢を強いられ、ベテランが消耗し未熟な新兵が操縦するようになると被害が増加しているなど、機体のコンセプト自体が資材だけでなく、 人員も消耗して当時の日本に向いていたのかは疑問が残る。神殿には、神殿改め、略符号 J7W2 として将来ジェット化する構想があったという説がある。この神殿のジェット化構想説の根拠は、元九州飛行機設計部第一設計家副課長、清原国武の航空雑誌へ寄稿である。清原は寄稿で、1944年6月5日、 空気ーで開かれた、姿勢、神殿計画要求書研究会上下その後の指示で、空気ー発動機部員により、ガスタービンの使用を考慮して、設計を進めよ。というのがあった。神殿に取り付けるのは、地上性止水力9 0 0ラム、ほぼ 3000hp 相当のもので、速度は4 2 0トン、時速7 8 0トル程度になるだろう。ただし離陸補助ロケットが必要だが、 これは過過重としたいということだった。石川島芝浦タービンで試作中のねマイナス130、Z エンジンだったようだ。いよいよ共江戦時代も終わるなと思った。新殿の発動機配置からすれば、Z エンジンに換装することはそれほど難しくないように思われた。ぜひ早く実現したいものだと興奮を感じたことを覚えている。結局、これは実現しなかったが、 中島飛行機で設計された総発ジェット攻撃機、立花は九州飛行機でも試作し、1号機がほとんど完成した時に終戦となった。と証言している。しかし、その他には神殿については、ジェット化を考慮して設計された具体的な記録が見つかっていない。また、神殿の動力偽装反主任を務めた西村光夫もジェット化の話があったことは認めていが、 実現に向けては、具体的には何ら進んでいなかったとも証言している。搭載予定であった当時試作中のジェットエンジン、ネ、ね、130の開発の進行状況も終戦近くに、ようやく全力試験に取り勝った段階であり、実際に運用できる状況でなかった。原因として、その前身であるネ20は、 様々な致命的欠陥を抱えており、この欠陥の結果設計事前力運転でわずか15時間と非常に耐久寿命が短い状態であったが、当時神殿と並行して開発されていた立花の試験飛行時でもこの欠陥が露呈しており、解決には向かっていなかったという。この欠陥はね20のみでなく、開発中のね130にも起こっており、 もちろん神殿に搭載できる状況ではなかった。さらに言えば、戦争末期の日本にはもはや、ジェットエンジンに必要不可欠な耐熱金属を作るための希少金属、ニッケル、クロムなどがほぼ枯渇しており、よく言われる排気タービンもこの資源不足による耐熱性の高い代替金属の開発が一つの大きな壁となっていた。したがって、仮に試作エンジンが完成したとしても量産は、 ほぼ不可能であったと考えられる。終戦時、設計図や資料、及び組み立て途中の2、3号機と10数号機までの部品類が海軍の命令で焼却されたが、1号機は、むしろ電飛行場の格納庫に保管された。後占領軍の命令により破壊された風防などが復元され、配線に憤怒した行員が破壊したと言われている。 さらに飛行させてみよという命令も出たが、これは果たせなかった。1号機は昭和20年10月に船便にてアメリカへ運ばれた。また九州飛行機本社以外の分校場に保管されていた資料類も英訳してアメリカ軍に引き渡された。1号機は国立航空宇宙博物館の復元施設であるポール・イーガーバー維持復元保管施設にて、 分解状態のまま保存されていたが、2017年現在は、国立航空宇宙博物館別館で、操縦席から前の部分身が展示されている。軍用機開発物語、設計者が語る秘められたプロセスの表紙には、調査に来たアメリカ軍関係者が、神殿の前で記念撮影した写真が使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。